平野紫耀と神宮寺うじゆた、夜のプールで見せるセクシーなはじめこま。日本の人気アイドルグループナンバー、I のメンバーである平野紫耀が、自身のインスタグラムアカウントを通じて、シンガポールでのプールでのくつろぎタイムを公開し、ファンから大きな反響を呼んでいます。 この記事では、その写真から受けた反応や、平野紫耀と神宮寺勇太の活動について詳しく掘り下げてみましょう。平野紫耀・神宮寺勇太とのプールショット公開。 日本のアイドルグループ、ナンバー・アイのメンバーである平野紫耀は、2023年7月7日、自身のインスタグラムアカウントを更新し、親友であり、ナンバー・アイのメンバーでもある神宮寺ゆ太とのプールでのひとときをファンに披露しました。この投稿には多くのファンから、セクシー、背中と腕の筋肉すごい、後ろ姿でもかっこいいが溢れてる、刺激強いよ。 といった熱狂的なコメントが寄せられ、SNS 上で話題となりました。夜のシンガポールプールでの贅沢なひととき投稿された写真には、平野耀と神宮寺裕太が夜のプールでくつろぐ姿が捉えられています。シンガポールの夜景が美しい中、二人はリラックスした様子でプールサイドに座り、自然な笑顔を浮かべています。 このシンプルでありながら魅力的な写真は多くのファンから賞賛を受けました。平野市要はその写真に対してまたお邪魔します夜のプールは寒い当たり前というコメントを添えて投稿しシンガポールで過ごす時間を楽しんでいることをフォロワーたちに伝えました。また、 彼らは水族館と思われる場所で魚を見つめている写真も投稿し、シンガポールでの観光を楽しんでいることを示唆しました。平野紫耀と神宮寺勇太の親密な友情や楽しい旅行の様子が多くのファンに共感を呼び起こしました。ファンからの熱烈な反応。平野紫耀と神宮寺勇太のピュールでの写真に対するファンからの反応は熱狂的でした。 多くのファンがコメント欄で感想を表明し、その魅力的なショットに対する賞賛の言葉が相次ぎました。以下はその一部です。セクシーな写真に癒されました。素敵なひと時を楽しんでいるようで、幸せそうですね。平野仕様の背中と腕の筋肉が本当にすごい。トレーニングが実を結んでいるのがわかります。後ろ姿でもこんなにかっこいいなんて本当に最高です。 この写真何かを感じさせてくれる。刺激的で素晴らしい瞬間を捉えていますね。これらのコメントは平野耀と神宮寺雄太がファンに与える影響力の大きさとその魅力的な姿勢に対する愛情を示しています。平野耀と神宮寺雄太の進行。平野耀と神宮寺雄太はナンバーアイのメンバーとしてだけでなく、親しい友人としても知られています。 彼らの進行はファンにとっても非常に特別なものであり、定期的に一緒に過ごす様子が SNS へで公開されています。この友情はファンからの支持を受ける要因の一つでもあります。二人は仕事の合間を縫って一緒に旅行したり、休日を楽しんだりする姿がたびたびファンによって報告されており、その写真やエピソードはファンコミュニティ内で話題になります。 彼らの友情はナンバー愛としての活動を支える要素の一つと言えるでしょう。ファンへの感謝の言葉。平野志耀と神宮寺ゆうたは常にファンへの感謝の意を忘れません。彼らは SNS を通じてファンに対して直接メッセージを送り、ファンミーティングやコンサートでの特別なイベントを通じてファンとの交流を楽しんでいます。 彼らのファンへの愛情と感謝の気持ちは彼らの活動における重要な要素の一つです。平野紫耀と神宮寺勇太のピュールでのショットがファンに大きな感動と喜びを与えたことは間違いありません。彼らの友情と魅力的な姿勢は多くの人々に感銘を与え、彼らの音楽活動だけでなく個々の活動においても支持を集めています。 今後も彼らの活躍に期待が高まります。今後の展望とファンへのメッセージ。平野志耀と神宮寺勇太の活動は今後も多くの人々にインスピレーションを与え続けることでしょう。彼らの努力と情熱はファンにとって永遠の原動力となっています。今後のコンサートやイベントでは 彼らがさらに多くの感動と喜びをファンに提供することが期待されます。ファンの皆さんはこれからも二人の活動を見守り、彼らの音楽やパフォーマンスを通じて喜びと感動を分かち合うことでしょう。平野紫耀と神宮寺勇太の夜のプールでの写真が SNS 上で大きな反響を呼び、多くのファンから賞賛されました。彼らの友情や信仰は、 彼らの音楽活動において重要な要素であり、ファンコミュニティにおいても特別な存在となっています。今後も彼らの活動に期待が高まり、ファンは彼らの音楽とパフォーマンスを通じて幸せと感動を分かち合うことでしょう。平野志耀と神宮寺勇太の今後の活躍に目が離せません。